全然事実と違うわ。なんで予想でこんな嫌われ方しなきゃいけねえんだよ、お前。はい、じゃあ今日は、なんか勝手に撮影された動画、そのコメント欄にどんどんぶち切れていこうと思うわ。お前、禁断ボーイズの視聴者舐めたこと言ってたから許さねえからな、お前。じゃあ行くぞ。一発目、YKOK さん。この人初めて見たけど、返しにキレがあって面白いな。暇な時見てみよう。暇な時ってなんだてめえ。いつでも見ろよ、すぐ。ファンヒーターさん、シリーズ化よろしく。めちゃくちゃ余ってんじゃねえか。大人気じゃねえか。シリーズ化まで希望されてんじゃねえかよ。歌集さん、見かけたら登録してさん。返し方うまいな。褒めが多いな。思ったより結構好意的に捉えられすぎだろ、お前。ホクホクさん、宇治原さん、めっちゃおもろい。最近冒頭シンプルでいいです。だから褒めが多いんだよ。まこさん、ひじひじへの返しが秀逸すぎる。もういいわ。いろんな角度から褒めてきてんじゃねえかよ。高キャデスターさん、絶対宇治原さん俳優になれるんちゃう。俳優は無理だろ。どの角度から褒めてきてんだ、わけわかんねえな。アップル翔太さん、こいつ友達になりて。急にこいつってなんだてめえ。腹立つな、お前。なるわけねえだろ、おめえみてえなやつと。週1727さん、乗せてもらって宇治原めっちゃ喜んでそうで草。うるせえよ。俺の気持ち呼んでくんな、気持ち悪いな。メンスパイダーさん、宇治原内心喜んでそうで草。だから俺の本心はぐさ、はい、続いて歌姉さんかな。見た目はえぐいけど絶対中身いい人。見た目えぐいってなんだてめえ。登録者1人につきオリジナル雑音1曲投稿さん、見た目はヤンキーだけどお母さんの手料理が世界一美味しいって言ってそう。お母さんの話すんなよ。ドリンクさん、お母さんと毎日2時間電話した。お母さんともう何年も電話してねえわ。なめんなお前。続いてフミラさん、実はお母さんに小遣いとかちゃんと渡すいい子ヤンキーだったら好感度。好感度なんだよ。そまそまさん、そのヤンキー TikTok やってる。ヤンキーじゃねえわ。横山優太さん、このヤンキー場の回し方がうまい。ヤンキーじゃねえわ。32歳のヤンキーどこに存在してんだてめえ。はい、続いて篠さん、ブチギレ宇治原や。この人30歳超えてるよ。言うなや。ダメなことみてえな言い方すんなよお前。はい、続いて、矢野元春さん、3ヶ月に1回おはぎ分けてくれるこわもての人にめっちゃ似てるわ。意味不なこと言ったら突っ込んでくれるか試してみ。誰だよ。ウォーキングピルクルさん、要するにこれは禁断ファンからのフォロワー増やしの事務所の事情ってやつでしょ。ヤンキーじゃないしあんまお文句ない。もう全然事実と違うわ。なんで予想でこんな嫌われ方しなきゃいけねえんだよお前。あやちゃんさん、うじうじ成長してる幼馴染か。誰だお前。知らないんだあやちゃんな。続いて金チャンネルさん、こいついい商売見つけたよ。金のことしか考えてねえな。金をメインでやってねえんだよ。 RR さん、みんな髪色が全体的に薄い。どうでもいいわ。なんだその話。 R さん、ホタテのバター醤油焼き食べる。なんでだ。どういうことだ、ホタテのバター醤油焼き食べたいってこと。はい、続いて宇治原はいい人ですよ。先輩のパクリのヒロモンドトーレさん、コメントすんな。てめえ、俺の視聴者じゃねえか、お前。向こうまで行くな、恥ずかしいな。ももにゃんさん、宇治原から来た。行くな。なんでちょいちょいいんだ、お前。俺のところの視聴者が気持ち悪いな。宇治宇治が下ネタ言うまで健全だと思ってた人、EX さん。兄貴がどうもお世話になりました。お前、そういう絡み方してると思われるんだろ。兄貴子分みたいな形でやってんのかな、あの人。痛いなってなんだろ、てめえ。勝手に言うな、兄貴とか、お前。金属洗濯機さん、宇治原から来ました。宇治原の視聴者増えないでください。なんでだよ。お前応援してんじゃねえのか俺のこと。聖なる変態さん、まさかのコラボしてて草。おてんやめろ。 PRFMYRYR さん、勘違いしてほしくないのは宇治原はキャラでブチ切れをやってるので本物の悪じゃないことやな。うるせえわ。みんな楽しんでんだよ悪だと思って。お前冷めること言ってくんな、お前。で、どうでもいいんだよ、こっちの視聴者のコメントはよ。はい、続いて、ターくんさん、うじ、動画上げて喜んでましたよ。うちのうじゃら、よろしくお願いします。だからもうやめろ。あ、もうこれ視聴者じゃないな。はい。ゆうきさん、
宇治原マジでおもろいから配信みんな見て、こいつも知らねえ視聴者かよ。ハートフルさん、宇治めちゃめちゃにっこりしてて草、かっこ宇治のアンサー動画視聴済みに対して禁断ボーイズ本人が返信してんだけど、初めて見たよあんな顔、気持ち悪かったらおってぶっ飛ばすぞこの野郎。お前んだお前、気持ち悪かったなと。お前天ぷらカニカマのさ、うじらです。これに対してまた禁断ボーイズが返してんだよ、よく来たな、帰れ、出てけだわ。なんだ帰れって。はい、とりあえず今全部見終わったけど、びっくりするぐらい好意的意見しかない。どういう状況だこれ。まあとりあえずそんな感じだ。ぶち切り宇治原、武道館目指してガンガンいろんな奴らぶち切れてっからや、これからもちゃんと応援しろや。じゃあなー。